パンテオンソレボンヌ大学はパリ大学の一校であり世界最古の大学の一つである。社会科学や人文科学の分野で高い評価を受けている大学である。学生数は約4万人と規模が大きい大学である。法学、政治学、歴史学、哲学、社会学、経済学、考古学、地理学、映画学などの学部や多数の付属研究機関がある。 世界中から学生や研究者が集まる国際的な大学である。フランスの公立高等教育機関は万人に平等な教育機会の精神のもとに発展しており、世界的な大学ランキングからは距離を置きながらも、イギリスの QS 世界大学ランキングの総合評価では299位、科目別では法学は世界25位、政治学は51位、 考古学は十八位、哲学は四十七位、経済学は五十一位、歴史学は四十六位、人類学は五十一位、地理学は三十五位、芸術学は百一位、古典古代は二十位など多くの学科がトップ百に入っている。大学本部は、パリ中心部、カルチェラタンの5のパンテオン広場や、ソルボンヌ通り界隈、ポールイコールロワイヤル大通り界隈、ロック十三区、 界隈などに約25カ所に校舎がある。また、エジプトやトルコにもキャンパスがある。約50の研究施設を有し、その多くがフランス国立科学研究センターや国内外の関連機関と連携している。期限は12世紀前半であり、1968年の5月革命の結果、1970年に独立した大学軍に編成された大学である。 同大進学部を発足させたソルボン司祭の意思を受け継ぐ伝統的な教育を行っている。パリ第一大学における主要な法学教育及び研究活動はソルボンヌ法学院によって担われており、リソンス及びマスター、さらには LLM も含めた法律家養成のための様々な教育プログラムが提供されている。ヨーロッパにおいてオックスフォード大学、 ケンブリッジ大学、ウィーン大学、ハイデルベルク大学、パリ大学が権威とされ、盛んに研究交流が行われており、世界中からフランス法学びに多くの法学研究者が集まる。パリ高等師範学校やパリ政治学院、フランス国立行政学院と共同プログラムを実施している。国内外で非常に高い評価を受けており、修了生も各界で活躍している。 QS 世界大学ランキングの科目別ランキングで、法学は国内周囲にランクされているほか、法学修士号取得後の就職率はフランスでトップ。国際法学科では、コロンビア大学、メルボルン大学などと連携して共同プログラムを提供している。比較法学科においては、コロンビア大学、コーネル大学、ライデン大学、キングスカレッジロンドン、カイロ大学、 ケルン大学、マドリードコンプルテンセ大学などとの共同学位制度がある。ありがとうございます。